吉田の賭けパチ。この番組は私吉田とパチンコライターの方が実戦前に引くくじで決められた軍資金の中でプラス収支を目指して立ち回るガチンコ実戦番組です。パチンコライターこの方。はい、パチンコ消防のなるみんです。よろしくお願いします。そして崖っぱちゲストこの方。はい、岡田千穂です。よろしくお願いします。前半のおさらーい。イナズマ岡田ちゃんのお父さん。ほら、前半からプラス収支の吉田さん、新必殺技で後半も大当たり。お父さんにありがとうって言っといて。ないよね、ないですよね。今日多分映れないと思ってるんで。当たりが来ない岡田千穂、なぜかお父さんの方が大活躍。やっぱね、パチンコ番組は当ててなんぼですからね。冒険フラッシュ、はあ、チャンスが生かせないなるみ、大当たりを見せてなんぼだ。平山どうですか。どうですか、うん、最近連絡取ってなくて、先月、うん、あの結婚式には行ったんですけど、それ以来会ってないです。結婚式の VTR に僕出させてもらって、はい、結構下ネタ言ったんですけど、はい、見ましたよ、バッチリ見ました。あの会場の感じはどんな感じ。わはははってそこでドーって。あ、そうなんや。いいね、やっぱやっぱライターさんってな、そういうところあるよな、なんかもうむちゃくちゃが好きみたいなところあるよね。あーってなりました、結婚式泣いた。あ、最後あのお母さんとのやり取りのところでちょっともらい泣きしちゃいましたね。お母さんが泣かれてたので、でなんか熱い抱擁をしてたんですよ、平山さんと、マザーが。あー、もうそこではーいいなーって、親子の絆いいなーって。いや、すごいな。なんかあのサイトセブンチャンネルぐらいは中継するべきやったと思う。元気だと思います。はい、そして岡田ちゃんがね、お父さんがね74歳ですね、多分。ということは48歳の時の、おー、お子さん、元気なお父さん。お父さんもう今おじいちゃんみたいで可愛いです。そんな風に思うの。なんか守ってあげなきゃって思ってきました最近。あ、弟さんもいるから、またさらに。あ、そうです、弟が、しかも8個下なんですよ、弟。弟は56歳の時ってことですか。すごいね。で、お母さんが若いんか。お母さんがそうですね、多分56とかそれぐらいなんで。うーん、だからお父さんからしたら20個近くね、うん、年下の。かわいい。そうですね。そうやろね。社長さん、お父さん。あ、全然。ないです。あ、そうなんや。はい、普通の、あの大学の先生。生徒。そうではないと思うんですけど。生徒やったら絶対。そこはちょっとあの、そうやな、生徒じゃない可能性もあるし、生徒の可能性もありますからね。それは思うのは自由やから、可能性として。可能性として、ああ、はい、赤堀夫婦やね。あ、そうです、あのいいのか悪いのか。賢いでね、ほんな。あ、うん、家族は。岡田ちゃんは。私はまあそれなりにって感じ。大学も行ってた。大学行ってなくて、ああ、そうですね、芸能をやるために高卒だったんですけど、ああ、はあ、ちょっと手に職つけなきゃやばいかなって思って、うん、通信の専門学校は行ったんですけど。どうなん、手に職はついたん、その通信で。手に職はあの一応お菓子の学校出たんですけど。いやね、それ一番なんか何もやる気がないやつが行く。学校で習うことか、お菓子なんか好きに作れや。もうパチンコでビシッと出して、うん、出してちょっと今日結果残して、うん、また岡田のパチンコが見たいみたいにね、思ってもらえたら、はい、思ってもらえたら、道広がりますから。もう本望です、本当に、うん、じゃあ行きましょう。はい、頑張ります。広いホールに広い駐車場、 MGM 小山本郷店さんで後半開始だよ。頑張れ頑張れ。まあもちろんね、前回の台の続きですけど、なんか状態良さそうでね。ただ初当たりが確率超えしてたんで、まあそこだけやな、怖いのは。めっちゃいい台っていうのはやっぱ確率超えんのが1日に1回とか2回やから。頑張って後半で絶対にあのいいところを見せたいと思います。頑張ります、当てます、じゃないと映らない。はい、それでは後半もですね、必殺仕事人冒険バージョンの方で頑張ります。
張っていこうと思います。いやもう本当にね、軍資金があと残り半分、1万5000円しかないんですけれども、どうにか当てて持ちブラは避けたいと思います。頑張ります。岡田ちゃんに大チャンス到来。岡田ちゃんの人生に未来はない。いけた。当たったよ。しかもぬらりひょん撃破だから超ガンツボーナス。超ガンツ。吉田さんも負けずに早く大当たりさせてください。いきなりの赤字。あちっちゃあちっちゃ。チェッカ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 。はいはいはい、いいいい。フルヌードフルヌードフルヌードよろしく。あ、きつかったら緩めてほしいけ。緩めてほしくはないんやろよ。このおじさん何言ってんだ。いやいや早い、今んとこ赤保留だけ。ちょ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 、行かず。うん、よくない。赤保留の中では最も弱い展開。これだけの数手やって動きも素早いとはね。展開が悪い。激アチ、しれっと激アチ。何より嬉しい言葉。チャンスアップ目白押し。さあビンビン、岡田ちゃんのお父さんビンビン、ありがとう。さすが岡田ちゃんのお父さん。お父さんにちゃんと言います。多分相当喜ぶと思う。喜ばないと思うよ。選手観音やもんね。選手観音で当たってるから大丈夫。期待しすぎた。こちらさんも当たってる。完全に取り残されました。今うちだってこれからいっぱい7が揃うの。トランペットいっぱい鳴らしてやりますから。このでっかいホール中にトランペットの音を響き渡らせます。見とけ。よかった、もう当たんないで終わるかと思った。そんな考え勘弁してください。
どこまでエクストラ伸ばせるかが大事だよ。ボタンが出現すれば、連続の16ラウンド大当たり。いいよ、欲張れ、欲張った欲張った、チチあちちあちちあちち、激アチの一言をください。あ、犬いる、変なとこに犬いる、野良犬がいた、行くね、この蝶は美しい、蝶という字が霞に見える、岡田さんのお父さん、聞いてる聞いてる、スゴジュウが聞いてる、ビックンビックン言ってるよ、ピンピン岡田ちゃんのお父さん、すごいな岡田ちゃんのお父さん私のお父さんなんて、ビンビンやから、ビンビン元気、ビンビン岡田ちゃんのお父さん、岡田ちゃんのお父さんパワフルだな、立つ、あ、わかわかいっけ、あ、ダメだ、わかった、でも一撃で3860発、まだまだいきます、まだまだいきます、終了しちゃうよ。いきなりピンチ。マジか。マジか。おーっと。3860。大当たり2回で終了。いや、終わっちゃった俺の経験上、これは相当でっかなるよ、とにかく増えるのが早いですからね、エキストラになったら、ここの払い出しは自由にいいかな、まだ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 、いら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 、まだいらん、オッケー、いるいるいる、めっちゃいるよ、予想通り大爆発しちゃうかも、おー、まだまだ、さあ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 、静かにならないで、アクセス、うわー、特格か、まだ格変とは決まってないよ、さあ字が赤いよ、うわー、字が赤いけど保守的には一番嫌な感じ、俺たちは諦めねえ、俺も諦めねえ、から始まるノーマルプッシュ、ありがとう、無理か、さすがに3回戦は、元気ビンビン岡田ちゃんのお父さんプッシュ、さすがに50です、3回戦はエクストラを満喫できてないね、なんだよみんなして、暑いの出てさ、なんでうちだけ何も出ないわけ、
吉田さんに再びバトルだよ。千手観音で。千手観音は最強の敵だってすっかり忘れてる。あかい N から始まるノーマルプレス敗北。これが今ブレたもんな。これ動くと思えへんから。 N から始まるノーマルプレス、あっさり終了。何か足りないものがあるから問題は向いてくれないのかな。どうしたらいいのかな。大黒屋に負わされた覚えのない借金を苦にして、アプローチしなきゃ。赤目の父は死んでしまう。ナルミンが壊れ始めた。柔らかいよ。柔らかいんだよ。ねえ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 。ああ外れた。うん？これは？当たっとるやん。いやね、ロケ行けよ。チャンスが出たらあかんねほんまに。まだまだ足らんね。うん、全部赤いけどね。ああ、昇天層をして下ち目指してが消えました。ちょ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 。さあ、ドックンドックン。いいいいいい、ゴッドハンド的な。はい、ドックンドックン。千手観音ってことは複数プレイ。さすが岡田ちゃんのお父さん、複数プレイ。吉田さんの勝手な妄想です。いいから始まるエロエロピッピン岡田ちゃんのお父さん。入ったらあのこうなりますね。すごい、言ってるんですか。いいから始まるエロエロビンビン岡田ちゃんのお父さん。
お父さんが知ったら怒られるぞ。これガンツ確定ですよね。まだいい、あおー、まあもう意図は伝わってるから。なんせ100回ぐらい続いてる番組でしょ。次回で300回だよ。100回でしたっけ。300や。300回も続いてるから。300回は人気ドラマ相棒と同じくらいだよ。これはどう取るんやろう。なんかいい保留玉からの戦時間の。はい、激アチ。ここはノーマルプッシュで当てといて、昇格の時にお父さんに頼ろうか。そうね、昇格プッシュでお父さんに頼ります。いいから始まる LLBB 岡田ちゃんのお父さん。だからやっぱり2回戦3回戦は求めたらあかんねん。喜ぶと思ったんですけど、ちょっとお父さんに言えない、逆にちょっと言えなくなってきちゃう。気づくの遅いよ。岡田ちゃんも必殺技やってみる？変化しないな。初めて、今日初めて。ブラキオさん、リーチ弱めだけど大丈夫かな。超転送。また来た。2回目。いけー。上がれ上がれ上がれ。あ、待って、嘘。落ちるか。星さん、ご飯嫌やな。当たったでしょう。これスーパーガンズのチャンスやろ。そうですよね。ガリガリなれ。ガリガリだった。もう当然ね、岡田ちゃんのお父さんに締めてもらいましょう。D から始まる男性ホルモンの塊、岡田ちゃんのお父さん。お父さんに対する勝手な妄想が止まらないな。なんかライト侮れへんね。まだや、もういい
感じで2つずつ入っとったのに。早いよ。あそこが全部普通ぐらい出てくれてたら万発いってたんちゃうかな。今日終わっちゃうか。G から始まるギンギン。お父さん言えてない言えてない。思いつきの技は無理。そんな甘くないパチンコは。買ってまうんちゃうかなこれ。またダブルノーマルプッシュ。ダブルでも普通のプッシュだから。なめんじゃねえ。押せ。最後はもうずっとお父さんにお世話になったから最後は私でよかったです。そうそうそう。押せ。いいんですか。うん、終わりました。画面。それでいいです。さあ、後半も終わりました。ナルミンどうでしたか。投資が23,500円の出玉が1,504玉で、さだまマイナス4,371玉でした。16ラウンド引けずにもうすぐ終わってしまいました。なるほど、典型的な負けですよね。はい、直していきます。さあ岡田ちゃんはどうでしたか。はい、投資が16,500円、出玉が2,493玉、さだまがマイナス1,632玉です。すっごい微妙。微妙やわ。微妙。辛いわこの2人を従えてパチンコ番組。辛いわ。これがパチンコ番組のパチンコだというのをね、僕見せましたよ。投資8000円、出玉8,979玉、さだまプラス6,979玉。すごい。もう隣でいい音がずっとしてましたもんね。まあ岡田ちゃんのお父さんのおかげです。お、そうなんですか。全体的に、うん、やっぱもうなんていうのかな、その絶輪が東京からここまで飛んできたというかね。はい、お借りしました。はい、もうお父さんにちょっと、うん、見てねって言えないかもしれない。面白いと思う、嬉しいと思うよ。本当ですか。うん、ぜひお父さんに見てほしい。わかりました、言っときます。ほんまに感謝してますから。本当ですか。岡田ちゃん的には、はい、どうですか。いいなんかこうパチンコリポーターみたいなできました。いや、まあ、ちょっとまだまだ勉強不足なので、ちょっと出直して、もっと勉強して出直してきます。いや、でもあんまりにも振り向いて喋らへんからカメラマンさんかもう横からコート出たもん。まあね、その辺またね、オンエアお父さんと一緒に見て、お父さんにダメ出しなどしてもらって、はい、お父さんにしてもらいます。また遊びに来てください。はい、ありがとうございます。というわけで今回はこの辺で、さよなら。YouTube 京楽チャンネル内のコメント欄に寄せられた視聴者の皆様からのお便りをご紹介します。はい、春服部さんからいただきました。ずっとこの番組をカナダから見てて、日本に帰ったらパチンコ打って、本当に面白い番組で大好きです。すごいね、カナダから見てくれてはって。すごい、もうワールドワイドというか、すごいですね、崖っぱちって。すごいね、ワールドワイドで。今だって俺らは栃木にいますからね。栃木とね、この間までやけどカナダをつなげてたんですから、ね、ちょっとどこで見られてるかわからんというのを、ね、もっと思って、また頑張りましょう。はい、皆さんたくさん投稿ありがとうございました。毎回ご紹介するのでじゃんじゃん投稿してください。2回つまり。ごめんなさい。占い吉田の崖っぷちは YouTube 京楽チャンネルにて毎週月曜更新、絶賛放送中。今すぐチャンネル登録しないなんて、いくぜ、どうかするぜ。京楽ニュース。京楽のパチンコパチスロアプリが24時間遊び放題、サプライズランド絶賛配信中の iPhone 版パチスロ AKB48 勝利の女神アプリがバージョンアップを記念して 60% オフの480円で配信中。
このお得なチャンスをお見逃しなく。